武神祭。それは腕に覚えのある猛者たちが世界中から集まり、トーナメント方式で戦う、いわゆる最強決定戦。そこに人種や国籍は関係なく、求められるのはただ絶対的な強さだけ。もちろん影の実力者としては普通に出場して普通に優勝しても何の面白みもない。だが僕はこの大会でやるべきことを見出せた。次回、最強最弱の男。人を見かけで判断するのはやめておけ。